FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後1時を回りました。週刊ウィーラブ沖縄パーソナリティの国吉麻里です。関です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組では意外と知らない沖縄のディープな情報や観光移住の際に役立つ品ハック、おすすめのお店やイベントなどをご紹介していきます。番組を聞けばどんどん沖縄通になること間違いなしという情報を最後までお届けしてまいりますので、ぜひお付き合いください。改めましてこんにちは。 こんにちは。今日6月26日はオリエンテーリングの日だそうです。オリエンテーリングの日、そんな日があるんですね。で、1966年、昭和41年の6月26日に東京の高尾山で初めてオリエンテーリングが行われたのが由来なんだそうです。すごいね。俺遠足で高尾山ね、多分何回行ってんのかな、5、6回行ってんじゃないか。結構行きますね。日本で一番ですね、はい、傾斜がきついケーブルカーがあるところが高尾山です。そうなんだ、はい、そうなんですね、はい、でここで何のオリエンテーリングしたのかがすごい気になるんですけど。いやでもね、結構歩くあのリフトとケーブルカーがあるんだけど、うん、歩いても上がれるんですよ、はいはい、で大体の行きは俺らの、まあ、大体遠足とかだとリフト乗る組とそのケーブルカー乗る組と分かれて歩く組はないんだよ。で帰りに大体歩いてくるの、はい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 、それで頂上まで登ってもさらにそこからちょっとあるんですよ、頂上まで歩くのが。そうなんだ、だからなるほど、突端までダーンってつかないから、うん、そこからもうちょっと歩くんですよ、うんうんうん、でいろんなその、まあ、総本山というか高尾山の神社とかがあるんだけど、はいはいはい、でそこから、まあご飯食べたりとかできるようなところとか、うんうん、で下をずっと歩いてくると、まあ、林道の中っていうか、まあ、今多分花粉症の人がいるからあんま行かないかな、杉の木とかそんなところなんですけど、はいはい、多分そういうところあっちこっちに、うん、なんかスタンプポイントみたいなの置いて、あ、まあ、やったんじゃないかな。なるほど。今あんまりオリエンテーリングなんてやらないよね。あ、そう、もう学生じゃないからなんともですけど。そうか、学生はやるの。学生はあると思いますよ。なんか、そっか、まあ、俺多分高校生の時は、うんうん、オリエンテーリングをその多摩と町田の境の山のとこでやったよね、はい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 、もう最後足がボコになって、もうこのここやめてやるっていつも思ってたけど本当に。で、まあ、そうか、オリエンテーリングってその、ね、まずどんなものなのかピンときてない人もいるかないます、ね、多分ね、と思うんで説明するんですけど、うん、地図とコンパスを使ってスタート地点から定められたいくつかのポイントに寄りながら早くゴールまで到達することを競う競技。もともとはスウェーデン軍の訓練の一環として始められたそうで、実際に、まあ、そうか、レクリエーションの方にイメージを取ってる方が多いかもしれないですね。クロスカントリーなんだで、レクリエーションだと思ったんですけど、実際はクロスカントリーよりの歴史としてはスポーツになるんですね、うん、実際やってるやつってなんかほらそういう大会みたいなの見てると走ってるもんね、はいはい、4人とかでなんか地図を見てる人がいて、ナビゲーションしてる人がいて、いやこっちだあっちだっつって走ってこうみたいなのとか、うんうん、なんかあるよねそういうのね、はいはいはい、あ、でも私も勘違いしてたかもしれないです。そのレクリエーションをオリエンテーリングって言ってるような私は解釈だったので、もしかしたら私はオリエンちゃんとしたオリエンテーリングをやったことないかもしれない。学生はちゃんとしたのやらないんだよ多分みんな。そういう風に決められて早く来そうねっつってもみんなでゆっくり行けば大丈夫じゃんみたいな流れで俺らもやってたよそうなんですね。で途中で迷子になっちゃって、あれポイントねえじゃんっつって2個飛ばしてけど大丈夫かなとか、うんうんうん、でなんか俺らがやった時はなんかスタンプだと置いてあったスタンプだけど、はいはいはい、どんなスタンプって言ったらそのスタンプの形書いて紙出してたもん、うんうん、押したことに。これ聞いてもし先生が聞いたらすいませんごめんなさい、もう時効ですよね。もう時効ですねたまに OB 会とかであってなんかすごい謝らなきゃいけないことが当時の校長とかに謝り行ったりとか卒業させてもらってありがとうございましたとか言いに行かなきゃいけないから、まあまあめんどくさいんだけどそうそうでも払いますよねそんな出来事に。そうそう、うんうん、そうかもしれないね。オリエンテーリングの日だそうです。オリエンテーリング、でもちょっと面白そうですよね。大人になってからやる方が面白くないですかこれ、うん、ヤンバルあたりでやるといいんじゃないの先週に引き続き確かに
いいかもしれない、はい、で今週のウィーラブ沖縄は前半に沖縄県のキャリア支援事業について、後半には、市町村を深掘りしよう、南城市編をお送りいたします。ぜひ最後までお付き合いください。はい、本日は国や県が行っているキャリア支援事業についてお届けしてまいります。令和3年4月の沖縄県の完全失業率は 3.7%、 若年者、15歳から29歳までの若年者はの完全失業率は 7.5% と全国平均を、まあそうですね、ぼちぼち上回っている形になりますね。すごいね。全国平均がちなみに完全失業率が 2.8、 若年者の完全失業率が 4.7。 若年者が結構きついですね。まあ内地もだから、ね、若年者が多いってことでしょ。要は年寄り辞めさせないで若者取らないみたいなことが多いのかな。なんですかね。まあね、令和3年度なので、まあ、コロナでウイルスの影響も多少ちょっと反映されているところはあるのかなとは思うんですけど、ね、にしてもではありますよね、県内で生活保護を受けている世帯が2月時点で3万403世帯、これね、3万世帯だから、あ、まあ人数ではないんですよね。人数じゃないから、これ世帯でいうと僕がいた多摩市っていうところが、東京都多摩市っていうところが5万4000世帯ぐらいだったと思うから、多摩市の半分でしょ。だから多摩ニュータウン、多摩ニュータウン全部が何だろう、生活保護世帯ぐらいな勢いだよね。ちょっと怖いですよね、そう考えると、怖いですね。だからどっかの市、例えばまあ読谷村とかもまあ市ぐらいの人数いるじゃないですか、はいはい、半分ぐらいが生活保護受けてるみたいな、それでよくやっていけるな市区町村みたいな感じではあるよね。そうですね、まあ、だからこういうキャリア支援をして、頑張って働こうよっていうことなんだと思うんですけど、なんでなんだろうね。ちょっと俺もこれネタとして投げられたんだけど、あんまりよく調べてなくて、まあ、なんだろう、俺人に与えられて仕事をしてきてないからね。俺もう25から独立してるから、ね、はいはい、だからなんか、仕事を作り出すっていうことをしてるから、はい、全くわからないっていうか、仕事がないっていう発想がないですよね。仕事は作るものだと思ってるから、自分で、だからまあでもそれでもね、若い人たちっていうのはなかなかそこまで資金的にもできないし、できないし知識的にもできないから、まあ、こういうキャリア支援が、まあ、重要だと思うんですけど、はい、そう、なんでこんな失業率が多くなっちゃうのかっていうと、まあ沖縄の場合はやっぱどうしても季節労働感が強いじゃないですか。マリン事業にしたってやっぱり夏場じゃないとお客さん来ないとか、そういうところも多分あっただろうし、まあインバウンドに今まで頼ってたっていうところもあるし、そういうところなのかなっていう気はするんですけどね。そうですね、まあね、多分いろんな要因があるんだろうなとは思うんですけど、どうにかこの状況は改善していかないといけない問題だよなとは思いますよね。改善しないと結局、
わかんないですけど、これ県民の人が結構失業率多いんだと思うんでね、移住してきて失業してる人っていないと思うんで、あんまり、まあ帰ってしまえばいいですしね。そうだから県民の人の多分その失業率が上がってるのかな、ちょっとその辺も調べてみないとわかんないけど、でも多分そうなんだ、もともと沖縄に生まれて住んでって人が多いとは思います、うん、でそれね、なんでか結構わかる部分もあって、うん、それあの自分のことを田舎者だと評価してるんですよ多分。あ、だから那覇来るとちょっと都会感があったりするじゃないですか、はいはい、でもすごい北部の方にいたりすると田舎感があったりすると、うん、僕もそうだったんだけど、はい、東京に住んでてもだよ、23区の人とははるかにランクが違うんですよ。僕八王子出身だから、八王子、まあ、出身新宿なんだけど、うんうん、小学校中学校って八王子なんですよ、はい、高校から多摩に行ってるんだけど、うん、八王子とかって言ったらさ、もう田舎じゃんっていう空気 なんです、ね、いや田舎なんだよ実際は、もうやんばるぐらいの田舎なんだけど鍾乳洞もあるしね東京なのに、あ、まあ、八王子にはないか、奥多摩にあるんだけど、うんうん、もうそういうエリアだから田園地帯で育ってるんですよ、うんうん、だそういうちょっと負け癖みたいなとこがちょっとあったんだよねやっぱり、はいはい、で俺は小学校のことで全然勉強できなかったんですよ、うん、毎日残り授業なんでかって聞いてない先生が言ってること重要性を分かってなかった、なんでこんな勉強しないといけないんだろうって、うん、で中学になった時まではサッカーやってたからサッカーが上手ければ食べていけるってちょっと自信もあったんですよ、プロになればいい、うん、まあ、プロはなかったんだけど実業団に入れれば、まあ、仕事にはつけるじゃんって思ってた、確かに、中学行った時に同じサッカー部に入ってきたやつがみんなめちゃ勉強できたんですよ、はあ、それ都内から、はい、ベッドダウンに移住してきた人たちだったのみんな、なるほど、まあ、それが俺の同級生で今官僚やってるやつとかいるんだけど、めちゃくちゃ勉強してきてる感じの人たちですね。そいつらの影響で試験対策とかの勉強がすごいできるようになった、劇的にその3年間で、はい、はすごい、でまあ、大学行かなかったけど専門学校とかテストやっても学年1位とかだと思う、 その勉強の仕方を学べてよかったんですね。そうそう、学べたから、そうだけど、まあ、勉強して大学に行こうとは思わなかったしまあ今、ね、勉強していろんなことをやりますけど、はいはい、だそういうところもあって、うん、なんか勝ち癖つかないんだよね田舎にいると。あ、まあ、そのもともと自分が住んでいる場所が都会よりも劣ってるからっていう感覚になっちゃってるんですね。そうそうそう、うん、俺完全そうだったよ八王子の、うん、だからその都会のやつとサッカーやって負けた時はもう絶望感満載ねだってコンクリートジャングルに住んでるやつに八王子の田舎に住んでるやつが走って負けちゃうんだもん、うん、他の何で負けた場合いいのってなるんですね。そうそうそう、うん、だからやっぱそう初めて負けた時に、うん、あすげえこんな強いやついるんだと思ったの、うんうん、それがやっぱり迷子にやっぱなっていくところを、まあ、当時の先生とかが上手な指導されてた方なんで、うん、僕らがその飛行に走ったままにならないところに戻してくれたっていうか、はいはいはい、なんかあるんだけどやっぱそういうところがちょっとやっぱあるんだと思うんだよね。なるほど、そうか、うん、だから腕だから俺なんかも今でもやっぱ職人仕事だとコンサルタントなんだけどコンサルタントって職人仕事だと思ってるんですよ、はい、なんだかというと俺が100社コンサルできないじゃない、うんうんうん、だから1社からできるだけ多くお金をもらって、はい、価値を提供しなきゃいけないから職人なんですよ、はい、そうするとその職人で年商1億やるって言ったらすげえ大変なんですよ。ですね、でそれをどうやってやるかっていうことを常日頃に考えてやってる人たちが周りに、まあ、今もだからそういうラッキーなところにいるんだけど、うんうんうん、自分はそういうところに置いてってるんだけど、はい、だそういうところに一回だから僕の場合は本当に23区内でビジネスを始めた時に多摩でずっとやってたんだけど23区出ていこうとした時に、はい、やっぱすごいハードル高かったんだよ、うんうんうん、誰も口聞いてくれないんじゃないかみたいなところだったから、そこでやっぱ、うん、そういう壁を乗り越えるといいから、ちょっとやっぱ那覇とかで仕事してなくて、まあ名護とかでやってる人とかもいるだと思うんだけど、うん、同じ業種で今仕事してなくて那覇まで通ってみようとかっていうことはちょっとした方がいいかもしれないよね。そうかそうか、なんだかんだ移住者の人もいっぱいいるし、はいはい、那覇とかいいじゃないですか。なんか確かに最近思いますけど、いや俺だから那覇に住まなかったりっていうのは、うん、来た時は山下にちょっといたけど、はいはい、東京からここに来ても何の変わり映えもないと思ったの。だから絶対に中部から上に住むって決めてたの当時から、はいはい、であとは空港まで近くないと帰るからとか、うん、出張するからって思ってたけど、今はもう普通に俺元部に引っ越そうかなって真面目に思ってるもん。
もうだんだん海きれい、海きれいだし知り合いのショップいっぱいあるからはい、はい、ちょっと行きたいんだけどさ、潜るんだったら朝起きて海見てとりあえず潜ってから仕事するってできるじゃない。あのサーフィンとかではよく来ますもんね。そうそう、だから砂辺に住もうかずっと悩んだんだけど、うん、砂辺の方が濁ってるよねやっぱりとか、入れる機会少ねえ冬場入れねえよなとかって計算したわけ、はいはい、ってことは今宜野湾の家を残したら砂辺も行けるし、北部に1個家を借りとか買うとけばそのシーズンで分けたりとか、そう分けて仕事ができると思ったわけ、うん、だから本当そういう風になったんだけど、そのキャリアアップとかっていうのっていうか恥ずかしかったりするわけよ、うん、はいはいはい、人に何か聞いて仕事につけない、うん、自分が能力ないとかだったりすると聞きにくかったりするじゃない、うん、それはもうなんかもうだんだん年も取ってくるとこの年齢でこれができないのって言われるのも嫌だし、なんかすごく辛いなって、いろいろ想像してしまうんでしょうね。だよね。俺やっぱりその会社破綻させた時って20後半だったから、はい、なんだろう、バイトに行くとさ俺より若いやつがいたりするわけ。あでもそっか、バイトだったら高校生とかもいますもんねそう、それで、まあ、社長には一応こういう経緯で破綻したんでバイトさせてほしいって言ったりした言ってたとこがあったんだけど、はい、夜中とかに行ってるんだけど、うん、やっぱ言われるよね。でそういうのは、うん、しょうがないと思ってできないとお金って稼げないじゃないですか。うん、そうなんですよね。だからキャリアアップといえどもこの失業しちゃうっていうことが一番怖いから、はい、うちなんかやっぱりね、あの順調にいってるようにみんな見えてるけど契約続かない企業も当然出てくるからさ、うんうんうん、今後はどんどん影響出てくるから、うちも働き方改革みたいなしなきゃいけないと思ってるし、はい、で考えたらさ、このキャリアのなんかカウンセラーの人がねついてくれて、うん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 、っていうこともまず一つやんなきゃいけないけど、自分がなんかやりたいこと、本気でやりたいことを見つけるのが多分一番のような気がする。それがあれば確かに強いですよね、うんうんうん、で転職するとか就職再就職するっていうのはやっぱりこういうキャリアのコンサルタントの人たちに、まあ、あったら便利な資格だったりとか、うんうん、あるじゃないですか。そうですね。で俺思うのは建設業とかにいた人で今失業してる人は、はい、建設業の人って絶対資格で金になるんですよ。あそれなんでかって言ったらゼネコンとかって公共事業やってるから、はい、仕事なくなんないの。まあそうか、確かに最後の最後ですもんね。だから沖縄もそうじゃん、もう開発しなくてもいいけど道路の補修過修っていうのは絶対でしょ、うんうんうん、いつも冬場というか夏前になると絶対沖縄県の、あの、はいはい、高速なんかさ必ず宜野座の方とかって橋直したりするじゃない毎年、はい、だあの仕事はなくならないんですよ。そうか、増えなくてもあのメンテナンスっていう作業があるだからビルとかが見れるとか、だから建築業ちょっと好きな人は本当に建築の資格全部取ればいいと思うよ、うん、それはどこか何かに引っかかるし、うん、就職できて、うん、まあ、興味があることであれば楽しいことも多いでしょうし、うん、もう資格取得が多分鍵だよね建築業は。俺が建築の仕事っていうかリフォーム屋さんやってた時って、はいはい、やっぱ資格がハードルだったもん。そうなんですね。建設業の許可取ったりするのも、施工管理技師になきゃいけないから人入れたりとかして、そいつに給料で抱えてないといけないから、はいはいはい、辞められたら困るからで俺は資格取んなかったから雇うがいいんだっていう人だったんだけど、今は資格取りに行ってるもんね俺も。なるほどですね、うん、だからそういうキャリアアップしたいんだったら何がしたいのかっていうのと、今本当に仕事に困っちゃって、うん、全然食べれない、うんうん、だったらもう何でもいいからやってみるってなった時に、そのキャリアのコンサルタントの人に聞いて自分が何ができるのかとか、そうですね、なんか自分一人で何ができるんだろう、何がやりたいんだろうって考えてもなかなか答えて出ないので、そう、それ、そういう、ね、うん、キャリアカウンセラーの方とかとお話をしながら、何でしょう、全く知らない人というか、ね、周りの友達だとか家族とかに言われるよりも割とすんなり聞けたりしますもんね、うん、そうですね。多分、まあ、これって何だろう、カウンセリングやってるのは旭橋かな、キャリアセンターって旭橋にある、そう、あのバスターミナルの上ですかね、うん、だよね、うんうん、まあ、そういうところに行ってもいいし、メールカウンセリングもしてくれるみたいだから、うん、そうですね、もう顔を見せて話すのがちょっと気まずいっていうのであれば、うん、そういうメールとかの手段で、うん、まあ、でも顔出した方がいいんだけどね、本当はその方が伝わりやすいですし、うん、やっぱ働く先の人たちにも伝えて、ね、その人からも言ってもらえたり、その人からも、うん、ダメなところを決して言うわけじゃなくて、その人たちも、うん、そうね、この人はこういうところがすごく素敵なんですよってところをいっぱい拾ってくれるはずなので、うん、そうだね、できればそのね、あ、
そのウェブで Zoom とかいうのを使ってもいいですし、直接会いに行ってお話をするっていうのが一番いいのかなと。ジョブトレーニングとかもあるんじゃないですか、はい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 、そうですね。若年若者ジョブトレーニング、まあ若者っていうのが40歳未満の方も対象に、まあ、そうだよね、40までいいんだって逆に思ったけどでもそれぐらい、うん、なので結構幅広く対象がいて、4ヶ月間の訓練を受けて、まあ、訓練期間中に1時間あたり880円の訓練手当を支給してもらいながらお勉強をする、うん、パソコンのスキルとか勉強した方がいいような気がするけどな。そうですね、パソコンのスキルは何でしょう、資格とかでその評価してもらえる分もありますけど、どこに行ってもやっぱりパソコンって今使うので、ね、そこから教えなきゃいけないっていうレベルの人たちを雇うっていうのはなかなかやっぱり厳しいはずなんで、なんかサクッと Excel ワードできる、あ大丈夫です、うんうんうん、でえいられとフォトショーはあったら、あ大丈夫ですよって言って、はい、でえじゃあプレミアは、あプレミアもちょっとだったら使えますみたいな人だったら、あ結構何でもできるんだなって。 そう、でそれってね、なんか独立していく道にもつなげられるじゃないですか。そうですね、そういうことができると。だからやっぱりその困っちゃったっていうか、就活で困っちゃったっていうのは、まあ雇われてお金をもらうっていうところになってるから困るところもあるから、うん、もうちょっと志を高く、なんか自分の夢みたいなところを刻んでいって、こうやったら起業できるかもぐらいのことを思っていって、業界で5年修行しようとか、うん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 、10年修行しようとかっていうふうにすれば多分就職活動できると思うんだけどな。そうですね、なんかやっぱり自分が何をしたいのか、何をやるなんかに向いているのかっていうのを知るのが大事なのかな、うん、と私自身もすごくそこは迷う場所、今でも迷っている場所ではあるんですけどなんだろうな、うん、なんか こんな支援やってんだなっていうのをちょっと思ったのと、はい、いや全然聞いてくれれば教えるけどっていう、なんか起業したい人の相談は結構受けるんだけど、はいはい、まあ、でもそっか、お仕事柄そうですよね、就職したいんですけどっていう方からはなかなかないですよね、うん、まあ、まあ、ライターさんとかもうちはライター求人で取ってるんだけど、はいはい、まあ、今日たまたまね、はい、僕のコピーライターの師匠で山口さんって方がいるんですよ、うん、東京の川崎市多摩区に、川崎、はいはい、多摩区っていうのがあるんですね、まあ、同じ多摩って書くんですけど、うん、と僕とあともう一人吉田さんっていうコピーライターがいて、うん、多摩会っていうのを作ってるんですよ多摩でたまに集まるから多摩会っていうのを作ってて、ちょっとその山口さんが、まあ、今回ライティングの教材作ったんで僕と対談をしたんですけど、うん、コピーライティングを学びませんかっていう教材なんですけど、はい、コピーライターって仕事をなくならないんですよね。うちのライターもそうですけど、こんなに忙しくても宮古島のねライターさんとか書いてくれてますけど、うん、ライティングの仕事って絶対なくならないんですよ。そうなんですね。一回覚えたらコピーとかって書ける人にみんな頼むから、需要と供給のバランスがインターネットの中で唯一崩れてるのがコピーライターだと思ってます。デザイナーさんは溢れてるんだけど、そうなんだ、コピーライターっていうのはいないです。でうちもライターって沖縄に7人、沖縄と、まあ、県内に全部で7人いて、うんうん、大阪なんかもうちがサポートしてきたところって10人とかいるんですよ、はい、それでもやっぱゼロから育てるってなると1年かかるんだけど、うんうん、1回書いた人ってずっと書き続けたら仕事なくならないんですよ。へえ、うん、だからそういう仕事を見つけに行くっていうのも一つですよね。コピーライターはもう金払っても習った方がいいと思うよ、はいはい。俺はその人に2006年ぐらいに出会ってるんだよね。2005年ぐらいからインターネットに業界に入ったんだけど、はい、2006年でもその人と出会ってるの。でその当時はネットで稼ぐんだったらライティングできないと食えないよねっていうのをみんなが言ってたの。だそういう人たちは黎明期だったから、はいはいはい、そういう人たちに押されて2日間でいくら払ったっけな、6、7も払ってると思うんだけど、セミナーに行って勉強して、ワンデーだったかな3万とか4万とか払って勉強して、 その時には結構ドキドキする金額ですよね。でその後教材も買ってとかで、ライティングの教材全部買ってるの、だからもう相当買ってるんだけど、はい、
今それが俺がさ理系だった俺が添削する側になってね、うんうん、文章って人に伝えるためだからっていうか何か伝えたいことがあるんだったら絶対必要なのが文章じゃない、まあ、そうですね言葉、うん、文章だ今日こうやってマリちゃんと話して 毎週そうなんだけど話してるのもうちのねひがちゃんがシナリオ作ってくれてる、はいはい、だから伝えたいことがあってこのキャリア支援とかも拾ってきて、うん、こういうことやってますって書いてあどうやって伝えようかって考えて伝えるじゃない、うんうん、だから文章の力ってすごい強いですよ、うんうん、だから動画やればいいじゃんとかって文章ダメだから私動画つっても動画も文章作れないと伝えられないんだよねでもそうかそう構成の段階がありますもんね伝える順番とかで全然変わるの、はいはい、でそれも一つの教材でちゃんと教えてくれる人いるから、うん、そういうので本当勉強するとそのなんだろうこういうところでキャリア支援やってもらうのも もちろん重要なんだけど、うん、本当に稼げる資格っていうのをなんか見つけて取るっていうのも重要なポイントそうですね今日まさに言ってたの、うん、俺本当にコピーかけるでその山口さんの、教材のレターを書いた人がいるんだけど山口さんのまあ弟子、はい、お弟子さんなんだけどもう添削バリバリしなきゃいけないんだなって言ってたわけで関さん見てねって言った時にいや全然いいレター書いてんじゃないですかっつって、うんうんうん、いや本当添削ないからびっくりして支援するっつって仕事取って渡してるもん、うん、すごいうちもそうだしうちもライターさんにこういう仕事あるよってまあひがちゃんなんかそうだけど、はい、他でこういうのが入ってるからこれやってくれないっつってやってくれたりするわけ、うんうん、でもう文章を書けたり構成作れたりするっていうのはさすごい価値が高いわけよ、はいはい、だからそんな仕事なんていっぱいあるんだけど、うんだからそういうところまで多分視点がいってないんだろうねそうですねなんか周りにまあライターさんってそれこそさっきも少ないって言ってましたけど、うん、周りにいなくてそういうお仕事の存在を知らないっていう方も結構いると思います確かにあのウェブライター検定講座やってる、ライター協会の会長さんも僕仲いいんですよ、はい、で、プロライター養成講座ってやってるライターさんも仲良くて、うんうん、みんな共通して言ってることは、はいその人たちの塾出た人たちがうち来てうちが仕事与えて、まあ、稼いでる人とか独立した人いるんだけど、うんうんうん、もうその仕事をつなぐのぜひやってほしいってうち言われるんだけど、はい、そのライターさん一人当てるじゃない、はい、そうするとその人もういっぱいになっちゃうわけだから紹介されるんだけどうちがちょっとうちのやる前にじゃあちょっとここの仕事させようかってうまくいっちゃうと、うんうん、うちに戻ってこないんですよもうそこの仕事だけパンパンなのなるほどそうかそうなのだから需要と供給のバランス本当壊れてるから、はい、本当にちゃんと書ける人になるなりたいんだったらこれうちに就活困ってる人いるんだったらうちにメールしてもらえれば全然紹介しますよメールどこにメールすればいいですか、ウィラブ沖縄検索してもらってでもいいし FM 那覇に電話して、はい社長にウィラブ沖縄の席紹介してって言ってもらえればライターコピーライターとかウェブライターに興味あるんだったら、僕が、まあ、お金はかかるけどね初めね、はいはい、その人たちはちょっと、なんだろう、まあ、その教室そう教室支援やってるから、はい、お金かかるけどそこ出てきたらうちが仕事出さなくもないし、うんうん、うちの指令で本当ちゃんとできるんだったら仕事は欲しい人出したいっていう人いっぱいいるんで、はいはい、全然紹介しますそこで勉強をしてちゃんと書けるようになればいくらでも仕事はあげられるありますねっていうだからまあそれぐらいの余裕がちょっとないといけないけどねうんあそうか最初にその教室に叶える余裕はちょっとなければ難しいけどもうでもそういう、まあ、そういうことを含めて就活でこういうなんか、ね、今書いてあるなんかジョブカフェとかが沖縄になって就活ポイントみたいな、はい、キャリアコンサルタントが5人社会福祉士が1人とかいて、はい、就職とか福祉に関する専門家が在住してて一人親のなんか就活の支援施設、うん、そうですね、うん、だからシングルマザーの方とかシングル、うんまあね、マザーだけじゃなくてファザーとかもいると思うんですけどね、まあ、ちっちゃい子を持っていたりしたらちょっと保育園に預けている短時間だけとか、うん、家でできる仕事とかってもいろいろあるはずですもんね。ライターなんてまさにだってまあ時代の流れじゃないけど、はい、今結構ひどい人が多いんですよ。なんか多分煽ってその教室売ってる人がいっぱいいて、うんはい、パソコン1台でどこでもできますみたいな、はい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 、ワーケーションでみたいなのありますね。普通に本当にうちの記事書いてくれる移住してくるっていう人がいるんだったら、うん、うち面接するもん。ちゃんと1記事いくらで月にこれぐらい書いて取材先こうだよ、うんうん、取材先との人間関係もできるから、うんうん、そこの記事も書けるじゃないですか、はいはい、うち出てもらってる、マンゴースイーツ屋さんの藤田さんのところってうちがブログの、記事じゃなくていろんなことやってるんだけど、うん
ブログの記事をうちのライターが今書いてますよね、はいはいはい、山下さん書いてるんだけど、うんうん、そういうふうにつながっていって仕事につながるから、はい、まあ、だからうちの記事が遅れるっていうのもあるんだけどだから他で手一杯になっちゃうっていう、そうそうそう、もうライターって本当そういう仕事なんですよ。あ、だからコピーライターやるって言ったら、俺本当に今仕事全部、例えば顧問契約してるとこ全部なくなったっするでしょ、はい、そしたら、すいませんってその山口さんとかあとのライターさんに言って、うん、コピーライティング始めますって言うもん俺。あ、1コピー書いて、俺今でもだって30万とかもらうもん、あ、その1個のレター書いて、はいはいはい、うん、LP とか書いたら、じゃあもうそれをガチでやったら、ね、そうそう、だから30万で書いて売り上げのパーセントくださいとか言えるから、うん、はいはい、うん、だからそのコピーライターの人って表出てこなくて、うんうん、なんかほらでも酒飲むと多分マリちゃん一緒に吉田さんしてるんだけどね、はいはいはい、一緒に飲む人とマリちゃんやったイベントに行ったんだけど、はい、何やってる人なんだろうこの人っていう、なんかすごいそうそう、ちょっとなんか変わった人、そうそう、ちょっと怪しいかなぐらいの、そうそう、だけどめっちゃ稼いでいて、はい、あの上場会社とかのプロジェクト5個ぐらい一緒にやってたりとか、そう、でそういうのって、まあ、全く俺とやってることはコピー書けるから、彼の場合は本当にめっちゃコピー書けるし上手なコピー書くから、うんうん、はい、そついつくのも上手くて、僕の場合はもう本当になんだろう、地域密着のが僕は得意なんです。もともとそういうビジネスを自分がやってきてるから、うんうんうん、大きなやつとかっていうのは、まあ、それは俺のとこ来ないだろうとか、うん、あ、俺無理だから、よろしくお願いしますって他のライターとかに振るんだけど、はいはい、本当そういう風に仕事ってなっていくから、うん、コピーライティングやってて食べていけない人って見たことないですよ。一つおすすめの職業ですね。いやもう、いや、ネット業界で食べたいんだったらコピーライターになるのが一番ですよ。はいはい、あの大手、最大手の大阪にあるダイレクト出版さんっていうところは、うん、社長がコピーライターになりたいって言って全員コピー書くからね。あ、全員分ですか。いや違う、みんなが書く。あ、みんながレターは書けるしメルマガも書けるし売れる文章を書けるんですよ。すもう、じゃあそこに入ったらやる、それをやるんですね、うん、うちの飲み会来てたあの女の子もそう、一人あそこの別会社にいる子なんだけど、はいはい、そういうのも普通に書くよ。へ、うん、そういう人たちがこの人が勉強会やったら あの人の勉強会なきゃいけっていうのをやってる人たちが僕の周りのコピーライターなんですよなるほど、そう、その人たちの先生なんですね。そう、だから本当に就活に困ってて、はい、なんか文章書くの好きかもとか人に何か伝えるの好きかもみたいな人は絶対ライティングやった方がいいと思うけどね。でもそっか、そういう人いそうですよね。その自分意識してなかったけどお手紙書くのとか好きなんだよねっていうレベルの人とかが行くと、うん、すごい上手になりそうですよね。うちだって全然週刊ウィラブ沖縄これでね、マリちゃんがやってこれヒガちゃん書いてるじゃないですか、はい、これでも固定経費が発生するわけじゃないですか、うんうんうん、であとうちメルマガも、何人ぐらいかね、もう3000人ぐらいいるんだけどメルマガ出してないんですよ。それはそう、俺がやんないと出すやついないなと思ってたんだけど、はいはい、誰かやらないかなとか思ってて、うん、ライターまだ募集しなきゃなって真面目に思ってたんで、はいはい、なんか就活困ってる人そんなにいるんだと思って、え、みんなライターになったらと思ってました沖縄県民全員ライターでもいいんじゃないと思ってる。県民総ライター、そうそう、もう全然恐れていいと思ってる。だって伝えられないから、だから沖縄県産だと売れると思って。あ、でも確かにそうですね。なんかそんなことを書くじゃんみんな。なんでしょう、そのアピール下手な人たちは確かにすごく多くてそれ売れねえよって思ってるからうん、うん、そうじゃないじゃん。だけど訴追とかちゃんと考えたら、うん、だってまあ今度出てもらうけど、あのサップ屋さんの山田社長のところは、うん、今月額サブスクやってんだよ。言ってましたね、サップ屋さんでサブスクやって、うん、もうとりあえず県外からの季節労働者になるんじゃないって言ってて、俺が、はいはい、たまたまなんだけど本人がやってみたいって言って、うんうん、じゃあやってみたらっつって始めちゃったわけ、はい、そしたらあれよあれよともう16、7人いるんだよ会員が。あ、すごい。で今日また6人ぐらい増えてたから、お、6人 もこんな増えちゃうのみたいなうん、うん、したらもうそれだけでさ、そっか、まあ、ビジネスモデル変わるじゃない、はいはいはい、だからそれアピールの仕方が、だから県外から来る人がみんなやってると思ってたんだけど、うんうん、意外とそうじゃなかったみたいな。確かに県内に住む人がこんなに定期的にやりたいって思ってたんだねっていうそう、うんうん、で意外とみんななんかね T シャツとか買っちゃって、あらあら、スタッフみたいになってるえ、俺も買わなきゃいけないのかな、俺なんかそれ買いたくないんだけどみたいなだからすごいチーム感ができてるんですね。あ、そうそう、だからそういうのもちゃんとまあ教えてるんだけど、うんうん、だからそうやってちゃんとコミュニティ化していくと後から商品なんて作れたりするし、うんうん、だから文章、それどういう風な人たちを集めたいっていう文章を書くことが大事じゃないですか、うんうんうん、伝えるために。だからそういう仕事をすると仕事って絶対なくならないんですよ。
そうか、まあ文章が書けるだけじゃなくて、その見せ方とかその伝え方っていうのが総じて分かるようになってくるんですね。伝える順番だって、はい、まあ、マリちゃん多分見てると思うけど、宮古島の彼女が書くときに、うんうん、あ、それ順番違うから全部こうやって入れ替えてねとかって俺が書いて出してるのって、 あれ実はちゃんとした、はい、こういう順番で書くっていうルールがあるの。そうか、そのなんでその人のセンスとかではなくて、はい、ルールを勉強すれば分かることなんですね。 だそれはもういくつかあって、まあ、大体これっていうのがあるんですよ、はい、うんうん、それに当てはめてるだけなの。はいはい、じゃあそっか、それが分かれば決して難しいことでもないんですね。全然難しくないよ。あとは、はい、まあ言い方悪いんだけどスワイプファイルって僕らは呼ぶんだけど、はい、うまくいった成功事例でこれうまくいったっていう、まあ、うんうん、LP とかをね、はい、文章とかを見せてもらうんですよ僕らは、はい、僕はそういう、まあ、見せてもらえるじゃん。でみんなスワイプファイルでいろんなの撮ってるんだけど、うまくいってないやつをパクっちゃうとうまくいかないじゃない。うまくいってるのを俺これってどれぐらい売り上げたんですかって、どれぐらい費用使ったんですかとか聞けるじゃない、はいはい、マーケターが知れるから、うん、いやこんなだよっつったらそのレター研究して、あ、こういう順番で書いて、こういう素材でこうなんだなって書いて、あ、こうしてるんだって書いて、はい、ああそうかっていうのを覚えていくんですよ、うんうんうん、だからこういう順番がいいなとか、はい、だから俺なんかも電子書籍とかはプロデュースずっとやってたんだけど絶対ランキング1位にしてたのね全員。でそれどういう順番で書いて何を仕掛けてどうすればいいっていうのは全部分かってるんですよ。だから添削する時もそれこうじゃなくてこういう順番で書いてっつって。そうか、そのもう見るポイントが決まってるんですね。そうだって読み手ってどうやったら読んでくれるかだから、うんうん、だから今まで俺あんまり最近はね、サイトの記事も書いてなかったけど今書いてるけど、うん、多分みんなと入り口の書いてることが全然違うんですよ。最後まで読ませるってことはどういうことかっていうのが、はい、今まではサクッと見せてきたんだけど、うん、多分今うちのライターも俺が書いていく文章を見てまた変わっていくんですよ、うん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 、ただ1年前に書いた記事も変えたいってなるの絶対に、はあはあ、でそうやって進化していけるとライターって食いっぱぐれないんですよ。だってうち制限してないよ、1ヶ月何記事以上は買わないよって言ってないもん。みんなが書いてこないの。それは何でかって言ったら、うん、調べたりいろんなことをして自分が自分のビジネスとしてトレーニングして書かなきゃいけないのをやってないだけだから、うん、別に30記事書いてきたら30記事買うし、うんうんうん、だから添削もするけど、はい、っていうことじゃないですか。だからやっぱそういう風に見つけていくのがいいかな。もうジョブカフェやろうかな、うちライティングライターカフェとかなんかやろうかな。でもいいと思います、ちょっと私も行きたいな。全然教えるけどね、うんうんうん、だって呼べるし、その毎日から、ね、俺が飲み会沖縄でやるけどって言ったら、はいはいはい、来るじゃんみんな、ライターコピーライターみんな来るじゃん。だってもうパソコン1台あればで で、ね、うん、できるから、そういう人たちにセミナーやってもらうこともできるし、うんうん、なんか全然そういう、でもいいと思います、うん、多分これ今おそらく公的なジョブトレーニングセンターだとかその、ね、職業支援センターを紹介してるんですけど、うん、個人でやってるところも多分あると思うんですよ。まあ、ちょっとうちも公的な支援をもらってやりたいけどね。なのでなんかまあそういうものの一つとして、まあね、半分公的な幹部的なっていうのは全然ありだろうなと思います。だって、うん、コピーライター協会の会長さんとかなんていうんだから、その人とかが、はいはいはい、その人たち集めてうちがコンテンツ化して、うんうん、教えますっつってその人たちのコンテンツまとめてうちが支援しますって言ったら全然仕事あると思うよ。 うちだって今断ってるもん、はあ、コンサルタントの方からこういう記事書けないライターいるって言われて、いや最後俺が書かなきゃいけないから無理とかって言ってるけど、いるんだったら全然、やりたい人いるんだったら絶対あるけどね、うん、なるほど、うん、いろいろ全然随分横道それだけど、ね、こっちウィーラブ沖縄の方でもいろいろそのお仕事紹介することはできます。そのためにいろいろ勉強してもらうことは必要ではあるんですけど、まあそうですね、うんうんうん、ということで、まあ、あとはねちょっと読み上げる形にはなりますが、沖縄県キャリアセンターで職業支援で相談員やキャリアカウンセラーがワンツーマンで市民に相談に乗ってくれたりすることもできます。であとライブカフェ小規模企業説明会というのも、うん、あのね、うん、あの開催しているそうなのでそちらもちょっとチェックしてみてください。あとはジョブカフェ沖縄市にある就活スポットですね、うん、こちらではキャリアコンサルタントが5名、社会福祉士が1人で、おそらく福祉のあの、うん、仕事を、ね、仕事を案内するのが強い場所になるかなと思います。あとはジョブチャンネル、こちらはホームページかな、うん、で業界研究ができますので、まあね、ちょっと気軽に見ながら自分はどういう仕事がしたいのかなというのを探してみてください。
あとその最初に説明したキャリアセンターではメールのカウンセリングも行っていますので、ぜひぜひ、まあ、最初のきっかけに使ってみてください。で、ね、であとは若者ジョブトレーニングで、まあ、40歳未満の求職者を対象に40歳未満18日間のまあ事前研修をして、あとまあパソコンのスキルだったり基本的なマナーというのを学びながらあの訓練して、まあ次のお仕事に備えるパソコンだけでもね、そこでやってその次のステップでもいいし、なんかそういえばウィラボキナそんなこと言ってたなって、ね、思い出して、またライターさん、ね、だからそういうところまだ叩いてもいいと思います、業界の、と思います。あと最後にグッジョブ相談ステーションというのがありまして、こちらも、雇用支援の相談を受け付けているところです。あ、ここはそうか、企業や、雇用主向けなので、お仕事を、社長さんとか向けですかね。そうですね、でやっているので、まあね、さっきの関さんみたいにちょっとライター欲しいんだけどとか、ちょっと人手が足りないなという経営をされている方たちはぜひ利用してみてください。なんか助成金の相談も乗ってもらうみたいなんで、そうですね、そういうのはすごい、まあ、行った方がいいですね、こういうところ、ね、企業さんは今は今ね、はい、コロナ事業金とかいろいろあるはずなの で、ね、うん、はい、何か助けてもらえる案はないかというふうに聞いてみるのもいいかと思います。はい、最後駆け足でしたが、以上うちなんての知らないコーナーでした。78.0 FM Naha Your Radio Station Okinawa。すいません、先ほどねお仕事について熱く話しすぎたので、ちょっと後半の時間が少なくはなっているんですが、はい、もう3分ぐらいで終わらせました、ね、3分はさすがにですが、市町村を紹介しようということで南城市をお届けしてまいります。はい、でも南城市はまあ比較的新しくできた市になりまして、2006年の1月1日だったんですね。佐敷町、知念村、玉城村、大里村が合併してできた県内で唯一、高校と警察署がないんですね。海がないみたいな話なのかなと思ったら、いや海はありますね、いやありますねと思って、はい、いろいろハートの形をしているんで、あのキャラクターがナンジーですね。ナンジーの鼻がハート型なんですよね。ですね、あれはなんかナンジーがすごいですよね。そうあれが、この南城市の形っていうことみたいですね。はいはい、そうですね、ちょっとガタガタはしてますけど割とハートっぽい形をしてますね。ガタガタしてるねそうですね、久高島、有名なですねパワースポット、久高島は南城市ですね。セーファー滝も南城市ですね。そうなので結構なんでしょう、神秘的なスポットがいっぱいある場所ですよね。まあ二来かないというところですよね。久高島に、まあ、天道代たちが降り立って、そのお城モミントングスクっていうのが実は中んだかりヒージャーっていうところの相場にあったり、はいはいはい、まあ、中野刈ヒージャーなんか、重要文化財なんだっけ。そうですね、国指定の重要文化財になってますね。飲料水とか洗濯、野菜を洗ったり水浴びしたりとかの生活用水として利用されていた共同水施設、ね、まあ、観光客の人は一度行くと、あ、こんなもん作ってるんだみたいなね、で近くにあの柿の花ヒージャーつって、中野刈ヒージャーね、ちょっと夏場になって水枯れ気味になったりするんですよ。そうなんですね、少ない時、雨が少ない時は枯れ気味になるんだけど、柿の花ヒージャーの方はじゃんじゃん水が出てるんで、確かにそっちのイメージは多いかも、で、柿の花ヒージャーの方は水浴びできたり、まあ、昔馬を洗ってたとこ、ここ、はいはい、男の人こっち、女の人こっちみたいなとこがあるんだけど、そこの中で、普通になんか、ね、エビがいたりとか、はい、で近くでその水を使ってクレソンを栽培してたりとか、すごい、なんかそんな町なんですよ、なんですごいのどかな町ですね。なんで、まあ、久高島を含めてセーファウタキもあるし、まあ、そういう町が南城市ですかね。その
まあ、歴史的な観光スポットはすごく多い場所ですよね。そうですね、多いですね、うんうん、で知念の、セーファート機のチケット買うところがあるんですけど、はい、そこを先の方まで駐車場をもっと先の方まで岬の方、なんだ先端の方まで行くと、うんうん、久高島も見えるし、駒ヶ島も見えるし、はいはいはい、海もめっちゃ綺麗なんで、まあ、なかなかドライブスポットにもなるところですね。そうですね、確かに、うん、で中中リヒージャーからその久高島の方を見る景色が、うんうんうん、中中リヒージャーちょっと降りていくと公園があって、はい、テーブルが一個だけあって座ってお弁当食べるような感じのところあるんですよ、はいはい、そこから海を見るともういつも真っ青で綺麗な海で、僕は友達が来た時は絶対南部の方行きたいっていう時はもう中中リヒージャー連れてっておすすめのスポットなんですね。 そこで海見せたらもうあとは黙って帰れみたいないやセーファーの時はさすがに毎回の坂を登ったりするのに、はいはい、ちょっと付き合うのが嫌なんで、うんうん、自分で行って、本当にそう、うん、行ってってなんか何人かで来てたらあ、うん、セーファーの時こうやって行くんだよ頑張ってねっつって帰るからって、そう、そんな感じです。そうなるほど、うん、でもそうです ね観光に、北部に行くことは多いと思うんですけど南部も結構見どころたくさんで行くといいですよね。そうですね、うんうん、あとまあローカル的におすすめなのは大島の天ぷら、ね、あそうですね、大島も、南城市ですから、うんうん、まあ、天ぷら屋さんも今いっぱいあるし、うんうん、でやっぱり揚げたてが美味しいんですよ、ま、たそうですね、うん、中本天ぷらもこの間前撮った鮮魚店かあそこもすごい並んでました、はいはい、で、うん、大城天ぷらもめっちゃ並んでるし、うんうん、まあ、あ と,、港の方の下にもなんかいっぱい今なんだろう、はいはい、イートインはできないような中で買って新鮮なお刺身とか、うんうんうん、なんかもずくとか買える ありますね、うんうんうん、あれも結構美味しいし、美味しいですよね。大島に行くとついなんか買いすぎてしまうんですよね。まあ、あとモズクは結構やってるんで、うん、あ手前大島渡る手前のクンナ島ですか、モズクそば、はいはいはい、屋さんは、生モズクはおかわり自由なんですよ。すごい。なんで麺もモズクが入ってたりするんで、はいはい、うちのは結構好きでたまに行ったりとか。モズク好きにはたまらんですね。そりゃ、ね、うんうん、でまあ、人気店なんで今はね結構閉めたりしちゃってると思うんですけど、うんうん、意外と大島はいっぱい遊ぶとこがあってありますね。海もね実はダイビングが講習やったりして、サンゴの養殖してたりするとこもあるんですけど今ちょっとそっちね、はいはい、なんか、ゴミを捨てに来る車がいたみたいで閉めちゃってて入れないんですよね、はいはい、それはダメですね。結構百名の方も見れるし、そうかそうか、うん、景色は綺麗ですね大島は。そうか、百名とかありますね、うん、百名がちょうど反対側に見えるんで、うんうん、だから、いや南城市は多分海見せるのは外さないところじゃない。恩納村の、はいはい、なんだ要は石川あたりで降りて北あたり中泊かあの辺の海の色と、はいはいはい、うん、大島あたりの先かな、だから百名からもうちょっと向こうの、うん、久高島見える方の海の色っていうのは結構青いじゃないですか、うんうんうん、だからあの辺は外さないかな、うん、なんか多分イメージ通りの綺麗な青い海っていう感じ。だからまあカフェでいうとやぶさちあたりから見る海の色は多分曇ってても青いんですよ、はいはいはい、あ確かに。だから二来金井橋の上から見るか、あ確かにあの道はすごいですね。そうそう、だからただ二来金井橋のとこは上止めてから歩くから、うんうん、夏場は多分往復するとまあまあしんどいっていうしんどいですね。そう、それがちょっとしんどい。だから内地の人はあんま分かんないけど 200m ぐらいの往復が結構しんどいじゃないですか夏は、うんうんうん、ぐらい天気のいい日は、まあ、そこじゃなくて車の中から見れるとこかなっていうので俺は意外とそう近いところで見ちゃうから、うんうん、まあでも車で走って降りてくるだけでもね、そう二台金橋は綺麗だから、ね、だからそのまま橋から飛んでいきそうな気分になっちゃうんですよ。そうそう、それは綺麗だよね、うん、あそこはだからそういうところかな。だから南城市はもう本当に海も綺麗だし食べ物も結構美味しいし、そうですね、なんでしょう、ちょっと地味な町に思われがちですけど結構本当にいろんなその見る場所もありますし、その、ね、うん、落ち着いて海が見られるカフェとかも結構ありますからね。意外とあとパワースポットが多かったりとか、うんうんうん、もあるし、まあそうですね、カフェも意外と、そうそう、その浜辺、うん、海辺のカフェだってさ、浜辺のカフェでしたよね、浜辺の茶屋、浜辺の茶屋、そうです、
宮本亞門さんの、家の別荘の横だよね、うん、そうですね、が多分走りだったと思うんですけど、はいはい、その後 ね、そういう海が見えるカフェみたいなのがすごく多く立っていて、うん、ね、多分そのカフェ巡りをするっていう県内の人の中では鉄板の鉄板ですね、町なんじゃないかなと。引き潮の時は、うんうん、なんかもうゴツゴツしてる岩しか見えないって海が見えないっていうそれもね大潮だと、はいはい、そう、今日あたり行くと多分大潮なんだかな、まあ、それはありますけど、うん、確かに綺麗、うん、綺麗なとこですよね、うんうんうん、すごくいい場所ですよね、うん、あと何よりも多分、はい、その琉球王朝の前のだからその奄美中とかシルミ中の時代の、うん、やっぱりそのノロの末裔の方がいたりとか、はいはい、神事が結構いろいろしっかりしてるじゃないですか。そうですね、そういう意味ではやっぱり、まあ、南城市は独特のような気がする。うんうんうん、そっか、その南城市の中に挿し木とかも入ってるんですもんね。そうそうそう、挿し木もそうだし大里とかもそうだし、うん、大里なんかも大綱引き見に行ったことがありますけど、まあまあ、うん、すごいよね。もう村中でなんでこの部落中でどんちゃんやって、うんうん、その後あれエイサーも始めちゃうのみたいな。結構夜遅くまでやってます。そう、夜ね、もう2時ぐらいかな、多分俺らが帰ってきた2時ぐらいで、でもうち多分山椒さん一緒に行ったと思うんだけど、彼女はもう朝方まで多分、すごい、そんな時間まで。なんか おにぎり出されたっつってよ取材大変だなっつって帰れねえよみたいな、うん、でもそう、あの、何でしょう、多分私それその場所に出くわしたことがあって、うん、もうあてもないドライブを友達としてた時があって、全然そんなエイサーとかその綱引きをやってるって知らなくって。 あるよね、たまにね、その近く、そのもう本当にサトウキビ畑の中とかで音がして 何かと思って怖かったですもん連れて行かれるかと思っていや本当なんかこんな夜遅くまで、うん、遅くにやってると思わなくて、ね、本当に。だって道巡礼とかもそうじゃん、なんか夜、うん、俺どこだっけな、多分ヒシキ屋とかのを見た帰りとかだと思うんだけど、はいはい、走って帰ってくる途中で、うん、いきなり道路に出てきたりするんですよ、うん、みたいな、怖い、びっくりしますよね。そうそう、こんな暗いのにライトもつけないでそんなことをやるんだと思って、うん、来た頃はびっくりしてね、最近は結構沖縄市とかもなんか照明をしながらやってるじゃないですか、道巡礼も、はいはいはい、あんなの俺来た頃ってあんま照明とか押してなかったけどな。びっくりしますよね、なんか本当にそのお化け出たって思いますもん暗いちょんだらがねそうだ、そういうのはあるけど、でもそれを今でも変わらずやり続けている場所、うん、そうですね、結構だから厳格な感じじゃないですか、久高島があるから、うんうん、でその周りのね、あの部落とかをみんなくっついて南城市になったけど、はい、なんか意外とそういうなんだろう、原風景みたいなものっていうんですかね、うん、なんだろう、なんかね、ちょっと南城市遠いなって思ってたけど、海が綺麗だし、うんうん、で食べ物もね、大島とかも食べな、いろんなサクッと天ぷらだけ食べるかとか、うんうん、蕎麦食べるかみたいなのもできるし、うん、でまあ内地の人はね、お金持ちの人は百中蘭にでも泊まっていただければ一泊多分10万ぐらいで泊まれると思うんですけどうん、うん、まあ、そういう高級なところもありますし、はい、なんかいい感じのような気はするけどね。ただ、ね、移住を考えてる方は、はい、南城市怒られちゃうかな僕今市長選に立候補してる方とかも知り合いがいるんですけど、はいはい、怒られちゃうかもしれないんですけど風が強いです、台風の時の。あ、風当たりは結構あるんですね。最大風速56メートルって言ってると、だいたい知念のとこにある風速計がその数字を、そうそう、もう飛んじゃうぐらいぐるぐる回ってるんではい、はい、本当南城市の方に行くとコンテナとかも置いてあるやつにでっかいコンクリートで飛ばないようにしてるじゃないですか、みんな、はい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 、あれごと飛んだりしてるからね。まあやめてって思いますね。そうそう、だからちょっとよく調べてから移住する人は。そうか、初心者には向か、移住初心者には向かなさそうですね。一回那覇に着地してから南城市通って、うん、どこがいいんだろうとか、うんうん、ひと夏経験して台風経験してからがいいですね。はいはい、が良さそうですね確かに住んでる私もあまり意識したことのないお話でしたはい、本日もあっという間にお別れの時間となっておきました。
最後まで今日もお付き合いありがとうございます。次回もこの時間にお会いしましょう。それでは。